こんにちは、バンドインナボックス情報局長のスーさんです。このチャンネルはバンドインナボックスを使った音楽制作を通してシニア層にとっての生きがいや趣味の高みを目指すための情報チャンネルを目指しています。バンドインナボックスのみならず、その周辺のプラグインやDAO などの情報も含めて私の経験上のお話を紹介していきたいと思います。そしてその先には音楽作品を商品化することにより収益化の可能性もありますので、そのお話も私の経験談を紹介していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。今回の動画は前回に引き続き外部のメロディー生成ツールとバンドインナボックスを連携してコード進行の作成とアレンジをやってしまおうという企画です。メロディーの生成にはオーブプロデューサースイートからオーブメロディーを使いました。オーブプロデューサースイートの使い方などは私より分かりやすく解説している動画がありますので、概要欄にリンクを貼っておきます。楽曲制作のやり方としてメロディー専攻の人とコード専攻の人とアプローチは違うと思いますが、バンドインナボックスはそのどちらも対応してくれます。しかもコードだけとかメロディーだけとかできてもリフパターンの生成程度でドラム、ベース、ピアノ、ギター、シンセ等のバンドアレンジまで完成させるとなると、自分で演奏するかバンドメンバーを集めるか DAO で打ち込むか相当の時間がかかってしまいます。今回のデモを見ていただけたら100点満点ではないけれど、ある程度のところまではバンドインナボックスがしっかりと作ってくれるということが理解できると思います。同じメロディーでいくつかのアレンジパターンを用意しましたので、ぜひ最後までご視聴ください。では早速やってみましょう。
今回の動画はいかがでしたか？次回からもこのシリーズを充実していきますので、お楽しみにしてくださいね。バンドインナボックスは、一つずつ使って慣れていくことが大切です。ぜひ自分なりの使い方をマスターして、達人を目指してください。今後もバンドインナボックスで音楽作品を制作し、収益化に至ったノウハウとハウツーを紹介していきたいと思います。この動画が面白いと思ったり、このチャンネルが皆様の音楽ライフに少しでもお役立ちできたときは、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、またバンドインナボックス情報局長のスーさんでした。